た旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。ありゃ、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです、観光の記念品から村の特産品までお土産買うなら。ダメ、みんなで探したけどメルちゃん見つからないのよ。あの子どん？おや、もしやこの村で人を探してる。あなたは何かご存知なのですか。ええ、知ってますとも。うちの嫁がね、あいつはこの先で宿屋をやってましてね、職業柄か耳が早いのなんの人の出入り。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。今後もご贔屓にしてくださるなら、初回に限ってなんと宿泊料をタダに。これはもう泊まる。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきます。
誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの。確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ。ねえ、壁画の絵、前に見た時と。なあ、変なこと言うようだが、ここに書かれてるやつら、なんとなく、ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。いかん、様子がおかしいぞ。見て、壁画が。なんだこの奇妙な場所は。夢。本当、おかしな感じがしますね。おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に。どの道いつまでもここにいても仕方ないし。俺たちの勝ちだ。あそこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか。おい、あんた、そんなところで何してんだ。皆さんはここに集まって何を。それにこの女性の絵。
どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎじゃない？この美しさがわからぬとは、子供とはいえ愚かよの。どこを見ておる、こじ。おい、みんな見ろ。変な動きました。ひふみふむ七色か。特にお前。お前は他の先だってわらわに魅了された者ども同様、残らず吸収し、わらわの美を刺さ。お前が吸収だと？どのような色になるか楽しみにしているぞ。危険な匂いがプンプンするわ。早くメルちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。お楽しみいただけたかしら？そこじゃ。取れ、せい。俺たちの勝ちだ。
闇の力よ。大地よ、炎をまとえ。いただき。さっ、よっ。闇の力よ。こっちにも来るぞ。もしやこやつらの餌とするため。気をつけて。何かしらこれ。どうやらこの壁画を。私が偶然にも村のそばで発見した。数百年前に滅亡した。これで人も集まり、
村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は人間の命を自らの糧とするため、人々の欲望を不思議な力で叶え惑わし、そのご利益にあやかろう。また欲深くない者の前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込むのだ。少女の姿。つまり俺らはまんまと罠にはめられたってことか。行きましょう、早くここから出。これは一体、この裂け目、もしかして外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。きっとそうに違いないわ。だったら、考えてる時間もなさそうだな。あいたたたた、全員無事かしら。ええ、なんとか。どうやら戻ってこられた。この壁画の恐ろしい真相を早く見なさい。見てあそこ。おじいちゃん、おじいちゃん。なになに。この村のね。おほう。壁画の噂を耳にし、旅のついでに立ち寄って。嘘じゃないよおじいちゃん。あの壁画を見たら私の病気すぐに。壁画のご利益でおじいちゃんも。おお、なるほど。おりゃ。あら、それで元気になるのはあのおじいさんじゃなく、お腹を満たして。嘘、どうしてここに。私の可愛い食士たちが取り逃がしたというの。あなたが言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ。お願いします、もうこんなことはやめて。壁画の中に囚われ。あんたの正体はもうバレてんのよ。せっかく捕らえた獲物を解放しろだと。この素晴らしき力は愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに指図される覚えはないわ。不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらは自ら歓迎し。き待て、あの方とは一体。みんな壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。
いただき。そこじゃ。そこじゃ。あら、もう終わり？
ったな。